アフリカナイズドミツバチはアフリカミツバチと西洋ミツバチの交雑種。攻撃性が強く、人間の死亡例も多いために恐れられているが、地域によっては生命力の強さが変われて養蜂に使われている。また、西洋ミツバチとの交雑が進んだため、最近では攻撃性が弱まりつつある。別名キラー B、アフリカナイズド B、アフリカハチカミツバチ。 アフリカナイズドミツバチの西洋ミツバチと比較しての特徴は次の通りである。恐ろしいアフリカナイズドミツバチだが、中央アメリカでは養蜂に使われている。中央アメリカでは古代から養蜂にハリナシバチを使っていたが、アフリカナイズドミツバチの方がプロポリスなどを集める能力に優れていたため、多くの養蜂家がこれに切り替えている。とはいえ、アフリカナイズドミツバチは、 多くの地域で侵略的外来種扱いされている。アフリカナイズドミツバチは熱帯に強いとされているが、北緯39度付近でも観察例がある。逆に南アメリカ南部では見つかっていない。北部に渡ったアフリカナイズドミツバチは現地の西洋ミツバチとの交雑が進んで、今ではアフリカミツバチ由来の遺伝子はだいぶ薄められており、アフリカナイズドミツバチが 危険とされている地域は、アメリカ合衆国南部に限られている。アメリカ大陸にはもともとバチがおらず、ヨーロッパからの移民が西洋ミツバチを持ち込んだものであり、熱帯の飼育には適していなかった。そこで1957年、ブラジルの生物学者、ワーウィックカーは、サンパウロ州にある研究所で、タンザニア原産のアフリカミツバチの持つ熱帯での生存能力に注目し、 西洋ミツバチと掛け合わせて、熱帯地方での養蜂に適した品種を作り出そうとした。それが逃げ出し、ヨーロッパ人によって、以前から養蜂のために持ち込まれていた西洋ミツバチと交配して、アフリカナイズドミツバチが生まれた。カーは産卵能力を有する女王蜂が、巣箱から逃げ出さないよう格王板を設置していたが、 たまたまそれを見た地元の養蜂家が飼育の邪魔になると考えて取り除いてしまったのがきっかけだという。なお、アフリカミツバチの種類は当初はアピス・マリファー・アダンソニーと考えられていたが、その後の分析で A.M. スキューティラタであることが判明した。カート・サンパウロ州の関係者は対策として1965年から1972年、性質の温和なイタリアミツバチ アピスマリファーリーグスティカ2万三千匹を地元養蜂家に配布してアフリカミツバチの遺伝的要素を薄めようとした。その成果が上がり、サンパウロ州を中心にアフリカナイズドミツバチの攻撃性が弱まっているとする報告もなされている。九百九十年から二千三年にかけてアメリカに広がってゆくアフリカナイズドミツバチ二千二年時点でアフリカナイズドミツバチは ブラジル国境を越えて、南方向へはアルゼンチン北部、北方向へはメキシコを越えて、アメリカ合衆国のテキサス、アリゾナ、ニューメキシコ、フロリダ、カリフォルニア南部にまで広がっている。テキサスでは、地元養蜂家などの努力もあり、東部にまでは広がっていかなかった。ただし、ルイジアナ南部では、個体が発見されており、テキサスを越えてきたものか、あるいは船に乗ってきたものとみられる。 2005年6月にはテキサス宗教を越えアーカンソー南部でも見つかっている。2007年9月11日、ルイジアナ州農務局の局長ボブオドムはアフリカナイズドミツバチがニューオリンズにも定住していると発表している。最も盛んな時には1日 2km のペースで生息範囲を北に広げていった。アフリカナイズドミツバチは 西洋ミツバチと生息場所を争う傾向があったため、この巣箱をうまく配置して、アフリカナイズドミツバチを防ぐ試みもなされてきた。パナマ地境などでは成功したが、多くは政府機関、国際機関による対策も含めて成功していない。2003年にはカリフォルニア州ベーカーズフィールド、2004年にはカリフォルニアセントラルバレーでも観察されている。 南カリフォルニアの養蜂家がこの蜂の生存北限を調べたことがある。それによると、シエラネバダ山脈の北、カスケード山脈の南あたりまでだった。この蜂は春の比較的早い時期に餌集めを必要としているが、ここより北ではその頃にはまだ花が咲いていない。よく使われるアフリカナイズドミツバチという言葉だが、 群れによって、西洋ミツバチの交雑割合は様々であり、科学的に厳密な定義は難しい。アフリカミツバチは、西洋ミツバチより体長が小さく、巣のマス目も小さいため、交雑種であるアフリカナイズドミツバチも、西洋ミツバチよりは小さい。羽の長さも、西洋ミツバチより小さい。ただし、個体によって差があるため、形態で判定するには通常は、 相当数のサンプルを採取して統計的な解析をしなければ決定することはできない。しかも、アメリカ南東部には同じく小型であるエジプトバチとの交雑種もいるため、判別は非常に難しい。そのため現在は遺伝学的スクリーニングで判別することが多いが、設備の整った施設でなければ実施できないのが難点である。 アメリカのアフリカナイズドミツバチには二つの系統がある。一つは、アフリカミツバチ由来のミトコンドリア DNA、西洋ミツバチ由来の核 DNA を持つものをもとするもの、もう一つは逆に、西洋ミツバチ由来のミトコンドリア DNA、アフリカミツバチ由来の核 DNA である。その割合は、前者が断然多く、年の DNA 調査では、 国原付近で90%程度であった。ミトコンドリア DNA は通常母親由来であることからアメリカで繁殖しているアフリカナイズドミツバチは最初に逃げ出した女王バチを継ぐ系統であることを示唆している。その後数年で交雑が進み、後者の割合も少しずつ増えている。しかし後者は生存能力が低く群れは持続しない。 昔から養蜂化によってアメリカ大陸のミツバチは改良が続けられてきた。アフリカナイズドミツバチが生まれたのももともとはその活動の一環である。これまで北アメリカで使われてきた最も一般的な系統はイタリアミツバチアピスマリファーリーグースティカでありヨーロッパでは数千年使われてきたものである。これまでの品種改良によりミツバチは 元々のネーモーな性質が少しずつ削られていった。一方、アフリカ中南部のミツバチは、イタチの一種ラーテルなどの天敵から身を守る。必要のため、防衛本能が強かった。アフリカの住民には、養蜂の習慣がなく、木のうろなどに作られた蜂の巣を取っていただけなので、禁止改良がなされることもなかった。特に、サハラ砂漠南部の種は干ばつにも強くなり、 優れた防御本能と生存能力を獲得していった。アフリカナイズドミツバチは西洋ミツバチよりも防衛本能が強く敵を集団で攻撃する。これをハイパー防御行動と呼ぶ科学者もいる。過去数十年で何人もが犠牲になっており、このためアフリカナイズドミツバチはキラービーとも呼ばれている。ただし通常の蜂でも毒成分である。 アプトキシンによるアナフィラキシーショックによって人を殺す可能性がある。この蜂の祖先であるアフリカミツバチも南アフリカ共和国で多くの人を殺している。アフリカナイズドミツバチは戦場的なテレビや報道の影響もあり多くの人に恐れられてきた。ただしアメリカ合衆国では1990年から2004年7月の 間にこの蜂により14人が死亡しているが、これは同じ期間の毒蛇被害よりも少ない。この蜂が人口密度が高いフロリダに侵入した際、州の担当者は市民が過剰な反応をしないよう、フロリダアフリカンビーアクションプランという対策計画を作成している。その中にはニュース報道により市民がこの蜂に過剰に反応する恐れがある。例えば、 郊外でのミツバチの飼育を禁止させるといった要求が出ることも予想される。しかしこれは対策としては逆効果であり、一般には西洋ミツバチはアフリカナイズドミツバチの侵入を防ぐなどと解説されている。横から見たアフリカナイズドミツバチ一説によると、アフリカナイズドミツバチは巣の移動などの明確なきっかけがなくても時々女王蜂が交代するため、 群れの性格が変わり、凶暴性を増すことがある。そのため、アフリカナイズドミツバチの存在は、ミツバチによる人工受講を行っている農家等にとって脅威となっている。メキシコでは、アフリカナイズドミツバチの農業利用方法が確立されている。メキシコの養蜂家は、購入した普通のミツバチにアフリカナイズドミツバチのオスを、 荒廃させて産ませた第一世代の女王蜂が優れた特性を持つことに気づいた。この女王蜂が作るコロニーの働き蜂はそれほど防衛本能が強くなく、養蜂家は比較的安価で安全なアフリカナイズドミツバチの働き蜂を手に入れることができる。アフリカナイズドミツバチは蜂蜜よりもむしろ樹脂の一種プロポリスを多く集める特性があり、 これが健康食品として注目され、ブラジルではこの蜂の利用が広がっている。ブラジルではアフリカナイズドミツバチは殺し屋チと呼ばれている。ブラジルでは一部の人の間で西洋ミツバチの働き蜂が餌取りに出ている暇に、アフリカナイズドミツバチの女王蜂が元の女王を殺し、コロニーを丸ごと乗っ取ると信じられている。もっともこの伝説を裏付ける。 実験的事実はない。この性質を持つケープミツバチの話と混同しているのかもしれない。ありがとうございます。